かないカメラの。そう。本日は八甲田ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。これよりこのゴンドラは標高1324メートルの田母谷岳山頂へと向かってまいります。山頂駅までの所要時間はおよそ10分となっております。途中鉄塔を通る際ゴンドラ揺れますのでご注意ください。この辺り進行方向右手隣には八甲田ダイレクトコースの一部国見坂ゲレンデがございます。山頂から山麓までの距離はおよそ3500メートルございます。この辺り進行方向左手隣に木を切り払ったところが見えておりますが、八甲田フォレストコースの一部田母谷ゲレンデでございます。こちらの距離は山頂から山麓までおよそ5000メートルございます。ご紹介いたします。このロープウェイは4本のワイヤーロープで運ばれており、ゴンドラの定員は101名、山頂山麓間の距離は2459メートル、標高差は650メートル、鉄塔の数は4基ございまして、これから通ってまいります第3号鉄塔が一番高く55メートルございます。まもなく進行方向右手の方に山頂から下ってまいりましたもう1台のゴンドラと交差いたしますが、その交差地点が両駅間の中間となっております。山頂と山麓を同時に出発し同時に到着する交差式を採用いたしております。この辺り進行方向左手前方に見えております山は前岳でございますが、その山の向こう側には八甲田雪中行軍の銅像がございます。八甲田雪中行軍とは明治35年1月、日露戦争の訓練のため
青森から多摩木野を通りまして三本木、現在の十和田市へ抜ける途中、浦半高田にあたります田代大高原のあたりで吹雪に遭い、210名が遭難し、199名の兵隊さんが犠牲になったと言われております。そしてその小高い丘の上には捜索隊の目印になったと言われております後藤房之助伍長の銅像が建てられております。この辺りから下の方に幹の白っぽい白樺に大変よく似た木が見えておりますが、この木は竹看板でございます。また三角の形をした濃い緑色の木が見えておりますが、この木は青森トドマツでございます。この青森トドマツは冬になりますと大変素晴らしい樹氷になります。それでは八甲田ゴードラインについてご案内いたします。八甲田ゴードラインとは山頂駅を起点とした自然遊歩道のことで、ひょうたんの形をしているところからこの名称で呼ばれております。大小遠余りの池や沼があり、至る所にはさまざまな高山植物が生い茂って、自然の大盆栽を形作っております。そしてこの遊歩道は30分コースと60分コースがございますので、お時間がございましたら心ゆくまでご鑑賞くださいませ。なお八甲田ゴードライン一帯は国立公園の特別保護地区となっておりますので、自然保護のため植物などは採取なさらないよう、また湿原などには立ち入らないようお願いいたします。山頂駅到着でございます。降りの際はお忘れ物、落とし物などございませんようお願いいたします。青い森ネイチャーガイド協会によります山頂遊歩道のボランティアガイドをいたしております。山頂駅にて受付を行っておりますので、どうぞご利用くださいませ。登山のため入山されるお客様は計画書に必ず記入してからご利用くださいますようお願いいたします。次のロープウェイ出発時刻がただいま着発の臨時便となっておりますため、山頂駅にてお時間をご確認くださいますようお願いいたします。また山頂駅にはレストラン、売店、また屋上展望デッキもございますので、どうぞご利用くださいませ。ホームに入る際ゴンドラ揺れますのでご注意ください。Thank you.